皆さん、こんにちは。キロです。今日は連休もう後半、5月4日、9時半ぐらいですね。皆さんこんにちは。連休楽しんでましたか？今日はね、ご覧の通り快晴です。気温も暖かくなりました。20度を軽く超えております。多分ね、27度ぐらい今日はなると思います。で、今日はね、久々ですね、約1ヶ月ぶりぐらいの多分プチプチ通になると思うんですが、もう4月のね前半、桜のね、一本桜を見に行ってから全然動いておりませんでした、ね、このね約1ヶ月間もちょっといろいろありましてね、ちょっとバイクを乗る雰囲気ではなかったのでね、ご無沙汰しておりました。ほんとね、4月から5月にかけてね、いっぱいイベントをねやる予定だったんですけれども、結局全中止、全延期みたいな感じになっちゃいましたね。本当はね、4月蓼科の方にね、ちょっとこうキャンプ、まあバイクではないんですけどハイエースで行く計画してたんですが、まあ、1週間前に急遽私の都合で中止になったら、もうそこからね計画が全て、ほぼほぼなくなってしまいましてね、ちょっときつかったですね。もう全然やる気がなかったのでね、さっぱりね、走っておりませんでした。このね5月の連休もですね、9日間なんですが、ね、平成最後の30日あたりぐらいからですね、昨日まで2日間ぐらいね、完璧に引きこもっておりました、ね、せっかくの休みなんですが、ぐーたらぐーたらテレビ見てね、もう昼間何もせず寝っ転がって、ほんと寂しい引きこもりでした。 Amazon ビデオかなり見ましたね。はい。でまあ今日はね残り、あと2日、今日入れて2日しか私も休みがありませんので、ちょっとね、もう今日も本当はね、昨日からねちょっとね計画してたお蕎麦屋さんツアーをね、お蕎麦屋さんツーリングをまあ今日も断念してしまって、もうしょうがないと、もうこのままもう寝転がってずっと連休やっちゃおうかなと思ってたんですけど、それもねちょっとあまり良くないなと思って、今日無理やりとりあえずちょこっと出かけてきました。ということで今日はいつものつくで村の道の駅までちょっとお散歩程度、行ってみたいと思います。ね、5月の連休はね、本当はね、車去年ハイエース買ってですね、車中泊仕様にいろいろごちょごちょとやっておりまして、まあ、ほぼほぼね、荷物をいっぱい詰めるだとかね、そういう造作を少しやってですね、行こうかなと思ったんですが、ゴールデンウィークね前半すごい天気悪かったですよね。雨ばっかりで。で、どうしてもね、平成最後と令和始まりっていうことでね、
テレビもね、同じ番組ばっかりやるだろうなと思ってて、その時に出かけようと思ってたんですが、あいにくの雨ということで、ちょっとまあ断念をせざるを得なかったんですけれども、ね、本当はね、北陸の方にね、ちょっと行ってみたかったんですよ。能登半島ね、あと、七里ヶ浜かな、あの海岸走れるところ、ああいうところをね、車中泊しながらこう行ってみたかったんですが、それも、今のところ中止いたしまして、で唯一残ってた、長野の方のですね、木曽御嶽ですね、木曽福島の方に、お蕎麦を食べに行くというような計画もあったんですが、これまたね、意外と片道遠くてですね、3時間ぐらいかかるんですよね。でどうしようかなとこう朝もぞもぞしながら考えてると、で部長が発令いたしまして、昨日も結局引きこもって、今日の朝行こうかなと思ったんですが、ちょっとまたこれも引きこもり気味になったので、3時間はちょっとしんどいなと思って、いつものですね、つくべ村の道の駅まで、プチプチツーリングということにしようかなということで、現在出かけております。まあね、ほぼほぼ、予定が全くないのでね、まあのんびり行けばいいやということで現在走っております。ほんとね、出かけたらすごくいい天気で、もう暑いしね、冬ジャケットはいらないし、夏のジャケットで十分来れますし、今日明日とね、ほぼほぼ雨は降らないし、いい天気なんざんすよ。だからね、ツーリングにはもってこいなんですけどね、いろいろ諸事情がありまして、若干半分自宅待機中なんですよね。だからあんまり遠出はできないし、いつ何時こうね、電話が入るかとかね、いろいろあるんすよね。動けないんですよね。だからまあちょっと昼間の天気のいい時間ぐらいはね、ちょっとぐらいいいじゃない、いいじゃないの、このくらいと思いながら今日出ております。ですので今日もお昼過ぎぐらいになったらとことこと帰ってですね、家の周りでうろうろしようかなと思っております。今日も半日ぐらいよろしくお願いします。ちょっとやっぱりね、連休中2日間もゴロゴロしてたらお腹の周りがちょっとね、がっつりついちゃいましたね。なんとかね、痩せねばねと言いながらね、なかなか難しいんだよね。でバイク、バイかな、バイですね。ゲゲゲゲゲゲ、あそこら辺が空いてそうやな。
よっしゃ、10時22分ですね。筑出村から少し、出ようと思います。すげえ人だ。どんどん入ってきます。マス通なんかやってる方が非常に多いですね。引き連れてなんか走ってる感じがあるけども、そんではないです。一応私ソロ通なので、後ろの方はね、いっぱいドドドドドーと来てます。来てます、来てます。これから前方の方にずっと進んで、山をぐるっと茶臼山のまだ下の方ですけどね、そちら辺をちょっとパトロールに、行ってみたいと思います。狭かったよね。ということで、筑出村の道の駅の方へ行ってきましたけれども、まあ、たくさんの人がね、いっぱい来ておりました。今日は、まあ、山の中をねぐるーっと、細い道やら結構いい道やらぐるぐる回ってきました。それではまたね、次回お目にかかることがあると思います。それまでお元気でーす。バイバイー。イエイ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 。シャッキーン。シャッキーン。いやー、引きこもってましたなー、5日間もねー。たまにはやっぱり、外へ出ましょうねー。バイバイー。